なんとかね、あの山から下山してきてね、今度は海側の方だね。サーフィンジャパンっていうことでね、サーファーさんなのか、はたまた、野郎二人っていうのもいますね。俺よりもちょっと悲しいのもいるね。こんなね、ところで、ちょっと、海へ行ってみたいと思います。いいっすね。夢ドリーム。夢ドリーム弁当。いいっすね。カラオケのあの夢グループみたいな。やっぱ夢だよね、持つものは。うん、まあ、それはさておき。夢グループもね、あれすごいよね、いろんなことやってるからね。番組持ってね、大物歌手たくさん歌わせてるからね。あ、すごい。海だな、海。渡っちゃっていいかな。あ、すごい。まだね、神奈川バカだからこんなことやってんね。誰も見てねえよ。よいしょ。うん。観音崎の位置っていうことね。三浦のほぼ。千代東南側。東京湾だな、これな。ああ、いいね。ちょっと行ってみたいと思います。海ね、すごいよね。あんま綺麗な感じじゃないけど。でも海はいいよね。はい、砂浜ですね。別にね、観光客は結構いるか。あんまり、まあ、ここで泳ぐっていうのはちょっとね、あ、でも足つけてる人とか結構人いますね。外人さんが多い。あ、でも結構海綺麗っちゃ綺麗。あ、ずっとタンカーで、ね、ここはここのまた海で。いいね。灯台か。ちょっと、灯台の方行けるのかな。また山登るの嫌だけど、ちょっと行ってみたいと思います。やっぱありますね。いや、コロナのためダメだって。バカだね。また。よし。あ、いいね。ここはね、いい穴場ですね。まあ、今日平日だからか。いや、ずっと見える感じですね。だってね、海沿いの道ずっと歩けるようになってていいね。まさにこの、なんて言うんだろう。本当に、なんか四方目のみたいなのができてるね。すごいね。こうやってね、歩けんのいいね。あ、水結構綺麗だ、今日。こんなここ綺麗なんだ。透明ですね、すごいね。いい道。いいね。ずっとこう、広がっててね、あれな、横浜なのかな、ちょっとわかんないけど、高いビル群とかもあるね、向こうに。まあ、釣りする人もいて、この辺はね、海濁ってない。沖縄か観音崎かってぐらいで、これ綺麗だね、水が。まあ、いろんなことしてる人がいて、こいつら普段何やってんのかなっていう気がしますけど、まあ俺もそうだよね、今日は。うん、これが観音崎。おい、すごい。いいよな、海は。あと今度こっちなんか見っけたけどね、
この磯で日焼けなんかしたらこれ最高だろう。今日マスク取らないけど、うん、なんかあるね、磯の生物何がいんのかな。え、マジかよ。漁していこうか。漁、貝、エビ、まあね、なくなっちゃうもんね。内側に人でウニだって。食ってっか、取ってっかな。おい、すごいね。いいね、海は。また歌いたくなっちゃうんだけどね。今日人結構いるから、やめようね。うん。いいです、すごい。タンカーがね、まあ、横須賀っていうあれがあって、アメリカのあれ関係あるのかね。うん。すごい。ここはいいな。三浦半島いいな。近いからな。1時間かかんないで来ました。またちょっと歩いてみたいと思います。